Thank <laughs> you. おかしいぞ天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ稲妻の治安維持を任されてるメガリレーもあいつらが執行してるはずだなんで自分たちの仲間に手を出してるんだうーんもう分からないあ,あちょっと待てあっちで何か騒ぎが起きてるぞ行ってみよう 今月のお救い米それを渡すかどうか聞いてるんだ俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな何度も言ったように俺はお救い米なんてものは知らないまだ嘘をつくか命に関わる食料なんだお前たち武士に横領されるためのものじゃねえ武士なら好き勝手できるってのかよ分量奉行所に行って告発してやる 誰だ黒沢の仲間かいやいやオイラちはただの通りすがりだなんだか騒がしかったから何があったのか見に来たんだそうかちょうどよかったお前たちからも何か言ってやってくれこいつは黒沢っていう武士で幕府軍の人間だ幕府軍はこの近くでお救い米を配っていてこいつがその責任者でな 以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて、食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ、俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか昔は心優しいお方だと思ってたのに。どうやら、他の武士と同じで悪人だったみたいだな。通りで神の目も奪われるわけだ。 雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろうこいつが綾華の言ってた奴かでもなんで綾華はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだとりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう何がお救い前だ そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ。俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう言ってくれ。まだやることがあるんだ。確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴。 俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか仕事をサボってるとかライデン将軍に忠実じゃないとか言って俺の神の目を押収しやがったおかしいなお前もメガリレーの執行者だろなんでメガリレーに不満を抱いてるんだそれは正直もう覚えてないただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる 今はもうやる気すら起きないが忘れただけならまだしも心がなんかモヤモヤするんだ誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいなお救い米と関係はあるのかお救い米の横領なんてしてない言っただろお救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだそれに 俺の家はさっき砲頭団に強盗に入られたばかりだで砲頭団を追っている途中あいつらに止められたんだ信じないって言うなら砲頭団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさうん嘘を言っているようには見えなかったなでも確証はないやっぱり砲頭団のやつを捕まえて聞いてみよう 砲納団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだまだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ 兄貴今日はなかなかの収穫だったな俺たちが行った武士たちの家貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぷり稼げたこれくらいどうってことね今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな今日ここからお前たちを引き連れ盗ッ人の世界で異業をなし一躍有名になってやるぜ 兄貴バンザーイどうやらあいつらがオイラたちの探してる報道団みたいだなこらしめてやろうぜ相手を間違えたら運命の共演完成した <laughs> 行くぞそう。なんでこんな俺の金が頑張って盗んできた俺たちの成果がアリヒ何とかしてくれおそのいい身のこなしだな砲塔団に入って俺たちと大事をなす気はないか黒沢ああ覚えてるぜまさか あいつに言われてきたのかくそなんてついてないんだあんな奴の家なんかによるんじゃなかったぜ黒沢の家はどうだったんだよ食料がたくさんあったんだろ食料なもんねえよ汚ねえ家の中だったぜそういえば一つだけ変わった箱があったなきっと宝が入ってんだろう 他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだがそんな時にお前らに捕まっちまったいっそこの箱で手を打つってのはどうだまだ少しは繊維が残ってるみたいだな早く開けてみてくれえ<っ>これはしゃ借用書それにたくさんあるぞ。 作家店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだうわ結構な大金だぞ一体どういうことなんだろう作家店に行って聞いてみようぜおいお前たちはもう行っていいぞもうこんなことやるなよへいありがとうございます若頭借用書で手を打てたってことは 俺たち儲かったんじゃないか早くずらかるぞ 何でもありなつくも物、何かお求めですかそれとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか <laughs> 黒沢さんのお友達でしたかお客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですかいやオイラたちはただこの借用書のことを知りたくて黒沢さんは どうしてこんんなにモラを借りたんだここで何か貴重なものでも買ったのかそうですね黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています上からの配給ではなく彼自身のモラでしかし近頃は食料も値段が上がり黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう その時から借用書でモラを借りながら以前と同じ量の食料を交換するようになりましたお救い米ってそういう経緯だったんだなでもなんで昔と同じ量を買ってたんだ食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えても見てくださいお救い米を受け取りに行く人々は そのの食料がどどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったらきっとがっかりするでしょう黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います人々の気持ちを大事に思い借金をしてでも 以前と同じ量の食料を変えてきたのです過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのかなのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです生きるということに関して ほととんどのの人は他のことに気を回すす余裕がなくなくります私からすれば黒沢さんがお救い米の出どころを最初から話していればこのような面倒事も減っていたと思いますもちろん減るだけですが彼がしたことは花から骨折損のくたびれ儲けです彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのかどうしてそれを公表して 感謝されることをしなかかったのか私にも分かりませんもし気になるのでしたら黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょうああそういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたねそれは厄介ですねもし借金を返せないのでしたら彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません刀なんだそれ 黒沢さんんかから聞いていてませんか一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですがこれは父から譲り受けたものでどんな高値でも売らないとだけ言われました当時は少し残念に思ったほどです何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ 相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので黒沢さんに刀の事情を聞いてみてくださいあなた方の探している答えはその刀にあるかもしれませんもちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいねでもオイラたち何も買ってないぞ <laughs> 情報も売り物の一つそうでしょ まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね特別秘密にしてくれとも言われていませんしそうですね2000モラでどうでしょう少なくともお救い前の事情が分かったんだそれと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう何か思い出すかもしれない まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよやっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だもしかすると俺もこれからはそういえば宝頭団のことはもう調べたのか俺が嘘をついてないのが分かっただろ大体いいこんな感じだお前は確かに。 お救い米を配ってたけど自分のお金で買ったものだったんだどうして昔の俺はそんな奴だったのか全く覚えがない今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ骨折り損じゃないか理解できないでも確かに さっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時体が本能的に抵抗するのを感じたこの刀昔は俺の親父が台頭していたものだったんだ小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてるその後親父にこっぴどく叱られたがな親父はなんて言ってたっけ おかしいまた思い出せなくなった神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ記憶のところどころに大きな空白があってどうやっても思い出せないただ親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えたら親父が亡くなる直前その刀を俺に渡した その時に言ってくれたんだこの刀を持てばきっとあれよく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ旅人何が刻んであるのか分かるか人義それだったらこの状況も説明がつくような気がするな借金をしてでも他人の幸せを願うそれが俺にとっての最大の願いだったんだろう だが仁義なんて何になるその道に従って自分の金でお救い米を買った結果はどうだ <noise> 天領奉行に神の目を奪われ俺が助けていた人々からも理解されない <noise> なのにあいつらに刀を向けた時それでも心が痛んだこれ以上の皮肉はないだろう俺は善人になんかなれない 悪人にもじゃあ俺は一体一体どうすればいいんだこいつもかわいそうな人だったんだな借金のことはトーマに相談してみようシャブ業なら支援してくれるだろ大事な刀を売るわけにはいかないからなおう 願いを失うのって恐ろしいことなんだなお前に神の目がなくてよかった次の神の目を失った人のところに行こう <laughs>